はい、皆様おはようございます。Good morning, everyone. 今日はですね、東京 ESG 戦略ボードの開催にあたりまして、お忙しいところこのような形でご出席誠にありがとうございます。この ESG プロジェクトですけれども、今世界が直面している主な2つのクライシス、危機があります。それは感染症の危機であり、それから気候変動という気候危機という2つの危機に対してどう臨んでいくかということが、現在の問題でもあり、そしてまた特に気候危機になりますと、今度は非常にロングタームの50年、100年ということを見据えた形で対応していかなければならない、まあ、それにこの東京のベイエリアを活用してですね、大きなプロジェクトをやっていこうという趣旨で、これまでもさまざまなご意見を伺い、また示唆をいただいてきたところでございます。同時にその示唆はですね、50年、100年先を考えるならば、50年、100年、ちょっと前を考えてみるということで、でですね、東京のこの大都会である東京の礎を築いた、例えば渋沢栄一さん、それから後藤新平さん。渋沢栄一という方はですね、日本の主な企業600社を作ったという大変なビジネスの基礎、日本の経済の基礎を築いた方。後藤新平さんはですね、もともと医師でありまして、台湾にもですね、滞在をし、そして、台湾の復興、さまざまな、もともとが医師であることからですね、感染症対策にも当たってきた、そして、まちづくりなどにも貢献して、大変有名な、台湾でも有名な方だと思います。で、かつ、この後藤新平さんは第7代東京市の市長、当時市長、市だったんですね。その時の市長を務めた方で、まあ、今、皇居の前にあるドーンとした行幸通りをはじめとして、東京の主な幹線道路というのは、関東大震災の後の復興院総裁として、この後藤新平が、えいやで、えいやというか、大変なコンセプトを持って築かれたという、そういうレガシーを我々が引き継いでいる。そして、こういった先人たちの知恵をベースにしながら、参考にしながら、とはいえ、今、日進月歩で、この世の中進んでるわけですね。50年、100年っていうのは、昔の50年、100年のこのスパンで考えられないぐらい速いスピードで進んでいる。ただ今、コロナ禍、まだまだ、新しい変異株も出てくるなど、さまざまな課題を抱えていますけれども、ただ、このコロナ前に戻るのではなくて、そして、コロナ後もですね、サステナブルな回復を進む、サステナブルリカバリーと呼んでいますけれども、そういったプロジェクト、そういったことを念頭にしたプロジェクトを東京都として立ち上げているところでございます。で、その理想の未来の実現に向けましてはですね、常に高い視座から物事を全体として捉えていく必要がある。で、そのためにこの東京 ESG 戦略ボードにおきまして、今日お集まりいただいているそうそうたる皆さん、今回、特に台湾からですね、オードリー・タンさんにもご出席をいただいています。オードリー・タンさんは大変高名で、台湾のデジタル担当政務員としてさまざまな分野でご活躍されていることは、日本でも大変よく知られています。で、またこのコロナウイルスの対策でもデジタルで世界をリードされました。東京都のコロナ対策サイトにもコントリビュートしてくださったこと、感謝申し上げます。ありがとうございます。それから台湾で申し上げますと、先日、台北駐日経済文化代表所のですね、謝代表にもお越しいただいて、マスクを寄贈していただきました。この場をお借りして、改めて感謝を申し上げたいと思います。さて、挨拶長くなってはいけません。今日はですね、持続可能な都市の実現に向けた取り組み、
というテーマで、意見交換を行いたいと思いますので、タンさんを、おはじめご出席の皆様から、さまざまなご意見をいただきたいと思います。北野さんはそれ今日シンガポール？バックグラウンドはシンガポールですけど、シンガポールから帰ってくると隔離が長いんで、行くのは、先週行くはずだったんですけど、行くのはやめて、東京で、そうなんですか。バーチャルにシンガポール。あ、そうなんちょっですと、か。東京のバックグラウンドに変えますね。炭酸は台北からということになりますし、皆さんそれぞれのオフィスから、これがまた新しいタイプの会議体かと思います。それじゃどうぞ皆様よろしくお願いします。あと隈研吾さんもこの後ご参加いただくことになっています。冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。知事、ありがとうございました。本日の進め方ですが、初めにオードリー・タン様から持続可能な都市の実現に向けた取り組みについて基調講演をいただきます。その後にご出席者の皆様で意見交換をいただきたいと思います。それではお待たせいたしました、オードリー・タン様から基調講演をいただきたいと思います。オードリー・タン様、どうぞよろしくお願いいたします。Good local time. Can see and hear me? Is it going through okay? It is. Excellent. Really happy to be here to share with you some thoughts as we are facing, as the mayor said, these global challenges that confront the global population. In Taiwan, I see digital social innovations continue to accelerate democracy and deepen collaboration across sectors. In Taiwan, we see democracy as an applied social technology that improves when more people work together to achieve a common goal. And just like any other technology, a social technology works as a vehicle to turn the energy spread across different agencies, different sectors, into driving force for policy innovation. And the key here is to enable this idea of working with the people, not just for the people, to permeate public policy decision making. So, in other words, it's about crowdsourcing democracy. So, how do we start to bring ourselves to work with, not just for the people? Well, for me, the answer is simple, is to trust our citizens. So, not smart cities, but smart citizens. Sustainable cities begins with sustainable citizens, because to give no trust is to get no trust. Now, I will show some slides that displays some of the recent efforts of first the counter-pandemic and infodemic, but also around sustainability with you. And let me bring up the slides. Do you see the slides as part of my camera feed? Yes, you do. Okay. You don't? It should say Creative Commons, public domain in my camera. Or if the person sharing the slides can unshare the slide, then maybe pin my camera, then it will give rise to better visibility, if that's okay with you. Excellent. Okay. So you're looking at my office, like literally my office. This is the Social Innovation Lab in Taipei, heart of Taipei City. It used to be a industrial research institute during the Japanese rule of Taiwan, and later on it became an Air Force headquarters. But now we tore down all the walls, and there's no guards anymore, and it's a public park now. Anyone can walk into this public park and have 40 minutes of my time chatting with me. The only condition that I give is that the entire transcript need to be published into the commons, that is to say public domain, on the website, say it, or on the YouTube channel. And in this radically transparent fashion, lobbyists do come and talk to me, but all the cases they make is about sustainability. It's about the common good. It's about empowering the future generation, perhaps because they know that the record will be here literally forever. So it will look quite bad for the next generation if they make any selfish arguments at the expense of the next generations. So this is a design that uses radical transparency to make sure that people work in a pro-social manner. And this has a long tradition in Taiwan that I distill to three pillars, and they are fast, fair, and fun. So we have a very similar campus, but in the digital realm, called the PTT, maintained by the National Taiwan University for the
past 25 years. There's no advertisers, no shareholders. So unlike more anti-social corner of social media, when Dr. Li Wenliang's message at the end of 2019 spread to Taiwan, immediately within 24 hours, the people on PTT triaged this message in a pro-social way, which resulted in us beginning health inspections for all flight passengers coming in from Wuhan on the very next day, the first day of 2020. So this shows collective intelligence can respond to emergent threats. And it's not just about people who are familiar with bulletin board systems. Anyone can call this toll-free number 1922. So you've probably heard that a young boy last April called saying, I got a pink mask that you rationed. I'm a boy. I don't want to wear pink to school. All the boys in my class wear blue. And the very next day, all the ministry and health officer wore pink mask. It became very fashionable for a while. And the boy became the most hip boy in his class. Now, this is about setting the norm, a new norm, a new normal as part of the pandemic. And it depends on people ensuring the fairness of such measures as mask rationing. So this is, of course, G0V or GovZero, a civic tech initiative that builds real-time mask visualization. And while people in Japan probably have known GovZero from the mask map, what you probably did not have directly experienced is dismay when we face our real first wave. The same people who built the mask map now build a check-in system so that you don't have to download any app, no app required, just on your phone's built-in camera, you can point to a QR code. And then it sends a message to 1922. Toll-free, and you just click send. So that's literally 3 seconds. And this design enabled us to shorten the contact tracing per infected people from 24 hours into 24 minutes. And that's how we eradicated the virus very quickly, because it enabled very precise contact tracing without any sacrifice of privacy, because it's not aggregated in a single place. The telecom carriers store the SMS, but the mapping between the 15-digit and the venue are stored somewhere else. So only the contact tracer have the access of the 11 million or so out of the quarter billion that have been sent. And this assured the people this is, again, a fair data collaborative that people can contribute by making better QR code scanners and QR code printers and so on. Now, the third pillar requires us to not convince people, but provide sufficient material for people to make sure that they can also understand the why and how of policies, not just the what of the policies. So this is, of course, the very cute spokesdog that explains physical distance and mask wearing and so on. But we use that not just for pandemic communication. Our national dictionaries, our model, the digital double of the presidential office and many heritage buildings, my own portraits, are all in the Creative Commons, so that people who want to remix and make a point in pro-social, pro-environmental development can start not from scratch, but from what's already there as part of the policies. Now, I talk about the dissemination part and now the convergence part. Whenever there's an emergent solution that purports to solve some environmental or sustainable issues, there's bound to be people that are wary and fear uncertainty or doubt. And in Taiwan, we use a public infrastructure maintained by the state, police, the GOV, the TW, again, entirely open source, free software that's powered by assistive intelligence to visualize people's whereabouts, when where they take on their stance on those emerging issues. So you're looking at the actual 2015 UberX map, and this is my friends and families. We look at the same facts, open data, just like the mask map, and then we crowdsource our feelings. And the feelings, after 3 weeks of resonating with one another, coalesce into ideas that we then turn into regulation. And again, this is unlike Facebook. You can't reply to one another, so trolls cannot grow, but you can resonate or not, agree or disagree with one's ideas and
feelings. And if you agree, you move toward me. If you disagree, you move farther away from me. You can also propose your own ideas. And the beauty of this design is that people don't spend a lot of time on the divisive statements, polarizing statement, but discover after 3 weeks, most people agree with most of each other on most of the values most of the time, which is why we immediately regulated Uber using this crowdsourced agenda. And that has been very successful in setting our key metrics of progress, not in a top-down way, but in a crowdsourced collective intelligence and connective intelligence way. And this applies not just to traffic, but also to air quality sensing, the primary school students maintaining air boxes, writing to a distributed ledger so that we can give the education of not just literacy, but the competence to change the public policies by measuring their water qualities and air qualities. And those water quality measurements, we take an idea from Japan, I believe it's called Mai Mitsu, but it's turned into this Pokemon Go-like game where you can collect coins and make friends and learn about the local histories and so on simply by using your water bottle to refill instead of using more plastic. So again, a great environmental and digital competence tool. So I believe that in the future, if we think about 50 years or so, we can't anticipate that, but our next generation can. So we need to enable democracy as an agency, not just voting from the current generation, but commoning the infrastructure so that people in the future generation can also have their say and given plenty of room to remix and match the material that we put in the commons to put the values in the systems in a truly intergenerational way. Now, in the last minute, I would like to again read my job description and look forward to the panel discussions. My job description described the role of a digital minister as effecting partnerships on reliable data and open innovation. It goes like this. When we see the Internet of Things, let's make an Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make a shared reality. When we see machine learning, let's make collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear that a singularity is near, let us always remember the plurality is here. So that's my initial remarks. Thank you for listening. Audrey Tan, thank you very much. それではここからの意見交換につきましては、宮坂副知事にファシリテーターをお願いしたいと思います。宮坂副知事、どうぞよろしくお願いいたします。はい、改めまして、丹様、素晴らしい講演をありがとうございました。ではまずただいまの講演を踏まえて、まず最初に知事から一言いただければと思います。はい、丹さん、ありがとうございます。まさに実績に基づいたお話であり、大変説得力がある、そのようなご講演いただき、また、さまざまインスパイアされるところがございました。3つの柱、ファースト、フェア、ファン、これはまさしく、どれを持ってもですね、広がりにつながっていかない、また国民、都民、市民に伝わっていかない、そういった意味でこのファーストでフェアでフリーというファンですね、それでつなげていくということ、また最後にシンギュラリティからプルラリティというお話ございましたけれども、やはり人が中心だというお話はまさしく今東京が目指すところかというふうに思います。オードリー・タンさんはデジタルの力でこのコロナ世界でいち早く抑え込まれたということでも知られるわけですが、台湾という失礼、台湾での感染症の脅威からこの人々を救ったというところはまさしく敬意の対象、敬意を表すべきところでございます。そういう中で言うと、東京はこの夏感染拡大を抑えながら安全安心な東京2020大会も実現したところでありますし、この大きなレガシーをしっかりと次の世代へつないでいく、ということ、我々の大きな責務だというふうに考えています。また ESG プロジェクト、先ほど言いましたように E っていうのは、
エコロジーとかエコノミーとかエンバイロメント、それから S が渋沢栄一で G が後藤新平ということなんですけれども、と同時に ESG と今世界における大きな流れがありますから、それらを踏まえて自然と便利を融合した、まさにプルーラルな形でですね、街を作っていくということを目指しております。さらにはそれが気候危機、感染症に負けないと。こういうサステナブルな街を作っていく、イノベーションで社会の構造改革などを進めていくということ、非常に大きな我々にこの時代に課せられたミッションだと考えております。また50年、100年先の主役である若者たちや子どもたちの力が必要で、そのためにも民主主義が重要なんだという点を強調されておられました。また子どもたちとですね、一緒に未来を作るということ、例えばですね、今レゴブロックで、未来のベイエリア、子どもさんたちどんなのにしたいって言って、彼らが主役で、先このあと夢と希望にあふれた街づくりっていうのを自らでやってもらうなどいたしますと、ファンであって、またそこに夢があふれるということかと思います。まあ、Z 世代とか、アルファ世代、台湾ではこういうのを世代なんて言うんでしょうかね、新しいこの次世代の子どもたち、まあ、この子どもたちはもうデジタルが当たり前の世界で生まれて育ってくるわけですね。今の大人とは全く違う感性をもう、まあ持っているということ、まあ、デジタルの力と若者の力を掛け合わせるということで、ワクワクする未来を切り開けるのではないかなというふうに考えております。まあ、その意味では私はいつも大義と共感が必要だということを申し上げていて、物事には大義がないとそれは政策にはなり得ないけれども、人々の共感を得られないと、それは広がりにつながっていかない、今日おっしゃってたことと大体つながるかなというふうに思います。環境大臣の時に小林ひかるさんも今日ご一緒してますけれども、環境大臣の時にですね、アジアの暑い湿気の高い台湾もそうだと思いますけれども、そういった地域ではですね、ネクタイに上着のスタイルは暑いよねって言ってクールビズ始めた時も、あれ皆さん涼しいから楽だから流行ってバーッと広がったわけだから、ファンですよね、言ってみればね。そういったことで大義と共感を組み合わせるのは重要と常々言ってまいりましたので、とても今日は力強い炭さんの言葉を聞いて非常に共感したところでございます。ありがとうございました。皆さんの意見どうぞどんどん聞かせていただければと思います。では宮坂さんまたお願いします。はい。では今父の方からですね、炭様の講演に対してちょっと感想とかありましたけど、炭様の方からもし一言ございましたらお願いできますでしょうか。Yes, definitely. I'm really heartened to hear this Lego block making, something that we also do here in Taiwan, envision scenarios. But usually with young people and not quite with primary school level young children. So you're even farther in the future, it seems. And I really look forward to more collaboration with Tokyo, not just on the environmental side of vision building, but also on making this digital commons to enable more pro-social conversations to further democracy together. I really learned a lot. Thank you. はい、ありがとうございました。続けて有識者の皆様からも一言いただきたいと思います。ただ事前に熊先生の方からちょっと聞きたいこともあるっていうふうに事前質問いただいてましたので、熊先生の方から何かもしありましたらお願いできますか。はい、素晴らしい講演ありがとうございました。特に僕がすごく響いたのはスマートシティに関するコメントで、まあ、スマートシティ今日本で非常に話題になっているんですけれども、タンさんが一旦スマートシティじゃなくてスマートシティズンじゃなきゃいけない、要するにまず
スマートなシティズンっていうものがちゃんとその確立されれば、それから自動的にその延長線上にスマートシティがある。まあ、どうしてもいまだに日本はハードから入っていって、まずスマートシティを作って、で、その後に人間っていうふうな人が多いんですけれども、その逆転の発想、そのためにはそのトラストっていうものが必要だっていうその話、これ非常に響きました。今の最近の、私、スマートシティの、議論にいくつかアドバイザーで参加してるんですけれども、この今日の、タンさんの発言は非常に日本にとって、示唆的なものだと思いました。で、その時にですね、一つ伺いたいのは、そのトラストっていう社会の時に、もう一つは監視社会って問題があります。で、その監視、サーベイランスのですね、監視っていうものが、そのトラストっていうものとその両立するかどうか、サーベイランス、監視によってトラストがその成立していると、やっぱりトラストがですね、何かその、どうしても不自然なものになってしまう恐れもある、あるいはその人間がどうしてもその純粋な意味でのトラストっていうものにならなくて、どうしても監視されてるから、自分たちはそのお互いを信用しているように振る舞ってるんだっていうふうに感じさせてしまったらば、そのスマートシティは、ちょっと冷たいものになってしまうかなと思うので、そのあたりのですね、監視というものとトラストの関係について、どういうふうに考えられているかを伺いたいと思いました。それでは、タン様お願いできますでしょうか。Definitely. The contact tracing case that I presented is a case in point. In many other jurisdictions, there seems to be a trade-off. You either use something like Bluetooth that doesn't concentrate the surveillance, but is entirely voluntary and is difficult to calibrate, or you use something that's very effective, easy to calibrate at a cost of privacy because people will aggregate data to some place they do not trust. But in Taiwan, our way is called secure multi-party computation. It's one of the privacy-enhancing technologies that brings the best of the two worlds. Because like puzzle pieces, the privacy data is spread among different stakeholders. So they, if they do not collude together, and they don't have the reason, because the five telecom carriers are competitive to each other. So unless they collude to data, it's not possible to reverse engineer one's whereabouts. But a contact tracer, once they look into the check-in records, it will also give a record. So anyone can use their phone to ask for the full audit in the past 4 weeks of which municipalities, which numbered contact tracer has looked at their whereabouts and why. And this is entirely voluntary. We did not say you have to use this or face a penalty. People at any time can use pen and paper, but they choose this method, the SMS method, because they understand it's swifter and safer than pen and paper. This is the adoption comes from grassroots. So I believe investment in the trust infrastructure based on privacy enhancing technologies and explaining it clearly is a must. ありがとうございます。台湾のですね、やはり我々が行った時に感じる台湾の、社会の何かこう優しくて癒されるようなこう感じっていうのがあるんですね。で、非常にあったかい感じがあって、それがデジタルテクノロジーを用いて、うまくそのあったかさを保持していくっていうふうな方向を目指されてるかなと思いまして、こういう方向のデジタライゼーションというものを日本でもぜひ学びたいなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは他の委員の有識者の皆様からもコメントをまずいただいて、もし質問もあればそこでしてもらえればと思います。ただ時間ありますので、大体2分とかそれぐらいでコメントをまずまとめて、丹さん投げてもしてもらえればと思います。ではまず名簿順に、まず阿多賀様、阿多賀先生の方からお願いします。はい、あ、だからです。すみません。あいうえお順だとは。失礼しました。次、川口先生、じゃあ、丹大臣、本次、当川にあ口り先がと生。うございました。大変インプレッされました。熊先生からもありましたけれども、本当に市民を信じるっていうところが、いや、とても大きいなと思いまして、そこの部分は、我々まだまだ学ばなきゃいけないなと思いました。特に
その上でですね、知事からもありましたと、ファンですよね。人間やっぱ楽しくないとこううまくいかないんだなって、ここのところをどう設計するっていうのはやっぱりセンスの問題なのか、人どういう人を集めるとですね、そういうファンがですね、我々にこういうふうに生まれるのかってところについて、ちょっともしご意見あればいただけたらと思ったのが一つと、あと二つ目にはですね、もう驚異的に台湾で行われた取り組み早いわけですね。最初に大臣おっしゃった通りですね、異常なレベルのスピードであって、世界的にも多分2桁早いっていうか、なんか超早いわけですけど、そのフットワークの良さっていうのは、どうやったら生まれるかです。何かこう、僕らちょっと日本とても重い国なんで、ちょっと何かご意見あればいただけると嬉しいなと。なお2つ目、最後はまあ、おそらく台湾もほぼ似た立地なんでだと思いますけど、日本も大変に災害が多い国家でして、台風も山のように来ますし、地震も山のように来て、台湾も同じ列島っていうか、こうつながり合ってるんで同じ状態だと思いますけれども、ここにこのコロナでの経験っていうのはどのように生きるかについてですね、もしご意見あったらいただけるとありがたいです。以上です。はい、それでは田野先生お願いします。Yes, certainly. I think the key elements of fun is just to pay attention attentively to each other in a relaxed atmosphere. And this relaxed atmosphere is what makes this pro-social part of social infrastructures work. I often compare the kind of conversation we have on our joint platform, Polis, PTT, and so on, as the digital equivalent of a university campus or a public park where fun is to be had. Because in 2016, we classified the budget to implement the investment into those digital commons as infrastructure budget. Prior to that, only things made from concrete, like concrete bridges and buildings, qualify for infrastructure budget. But after 2016, we say, these digital commons where people can relax and have fun is as important as the physical parks. Because if we don't invest in those, then the citizens will be forced to not have fun, but rather talk about public issues like Uber or whatever in Facebook, which would be like talking in a nightclub with very loud music, smoke-filled room. You have to shout to get heard, private bouncers, addictive drinks, I can go on. And I don't have anything against the entertainment sector, but it's not a place to relax and have this kind of pro-sociality, conviviality to talk about public matters. And this is also the answer to your second question, because when people get into the mood of co-creation, they're not captured by the outrage or polarization that concentrate energy on vengefulness or discrimination. Rather, people will be encouraged to try out their own way. If people criticize that a map is of Musk is not usable for elderly people, people can say, oh, just go ahead and make a chatbot. Or for people with really seeing difficulties, people can say, oh, go ahead and make a voice assistant. And with more than 100 different applications in just the first week of the Musk map, what we did as a government is not procurement, which tend to be slow, but reverse procurement. Like, we are the vendor. We look at what they need in terms of data quality, addressing data bias and so on. And we make sure that we fix those things in our data pipeline. But the people facing part is always from the social sector, the civil technologists. And so that helps with the resilience. Actually, the communication tool called LINE that we use a lot in Taiwan, if I understand correctly, it was born from the great earthquake, where people need to communicate without going through the old or broken communication infrastructures. So again, trusting the citizens is the key to resilience, because people closest to the pain already have an idea of how to address the suffering. But if you don't empower them with the commons, with the amplification of their innovation through reverse procurement, they will be stuck
And their solution only work on a very local way. So our work as the state is just to amplify the norms set by the social sector, by the people closest to the disaster and the suffering. ありがとうございます、はい、ありがとうございました。一つだけですか。ちょっとインフラスで、あ、そうですか。すみません。あと2週目じゃあ、はい、わかりました。申し訳ないです。はい、ありがとうございます。じゃあ、川口先生の方から、ちょっと話も尽きないと思うんで、各委員の方から1問だけじゃあ、丹さんなんかあればお願いします。はい。非常に逆に今話を聞いていて、もっと聞きたいことが増えたんですけれども、私は今立教大学でサステナビリティを教えているのですが、今のお話を伺ってですね、特にいいなと思ったのはインターネットオブビーイングス、人にとってのインターネットであるということと、タンさんは非常にその人間のヒューマニティということを信頼して、その上にデジタルを作っていくということに非常に熱心に取り組まれているなと。で、それがそれは大変素晴らしいと思いました。で、一方で都市というのはその人間環境なので、自然のいろいろな問題から人間のシェルターのように別な空間を作っているというのがある意味都市だとしますと、その都市におけるそのサステナビリティ、環境問題というのを考えるのはどういう観点が必要なのかなということを感じてまして、大自然から切り離した人間だけにとっての利便性が高い都市というものを非常にそのデジタルを使ってより良いものにしていくというお話があったと思うんですが、逆に気候変動というのはその人間の利便性を追求した結果として自然との間で の不協和音が生み出しているとも言えます。となると、その利便性の高い都市と そうではないその自然とのこのギャップを、じゃあこのデジタルはどのように使っていけるのかということで、お考えをいただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、それではお願いします。Yes, I think there is a balance here, and the idea that I often say is that I strive to be a good enough ancestor. So not a perfect ancestor that forecloses the possibility for future generations, but not a bad ancestor that only care about the current generation at the expense of the future planetary society. So good enough has two meanings. One is that one need to be good in the sense of taking care of the negative externalities and work on the positive externalities. And of course, a public good is something that is even better when more people contribute to it. The visualization of air quality, water quality, encouraging the primary schoolers to start to measure so that their families, before they deciding whether to go and jog, can double check their air quality measure by their children. And the same goes for the Mai Mizi like game, shows that people want to care about the environment if the initial burden is low and if it makes a direct impact to their friends and families, which is why we made it part of the basic education curriculum, because otherwise it's very difficult to teach sustainability in the abstract, just like it's hard to teach the data literacy or data stewardship, data bias. This means nothing for a middle schooler or a primary schooler, but once they start measuring for climate and contributing to the environmental sensing that affects their community decisions, suddenly this idea click in their minds. So the sooner that one can make a real contribution, the easier will it be for us to make sustainability and digital transformation one and the same thing, because it amplifies to more people. That's the first part about the public good. But the other part about good enough is because we don't want to spend a lot of time just arguing over the details of what solution is a little bit better, what solution is a little bit worse at the moment, because all these solutions will change as technology progress. So we take an idea of good enough consensus or good enough running code, right? This is from internet governance, rough consensus and running code, so that as soon as we agree on something that we can live with,
then we go out and try and experiment. And even if it shows data bias, the correction of those data bias, as long as it's quick, it actually educates more people than compare if we don't make any mistakes at all, but move slowly. So move fast and fix things. That's the two parts of the good and the good enough. ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあそれでは次は北野先生に行った後に、ちょっと先ほど熊先生が聞いてますので、小林さんに聞きたいと思います。はい、じゃあ北野先生お願いします。はい、ありがとうございます。去年の4月に、コロナ対策に関して1時間ほどお話をさせていただいたことがあります。また、お話ができて、大変光栄です。で、私の質問はですね、デジタルの、サービスであるとか、そういう力で、いろんなことを変えることができていますし、ESG にも非常に大きなインパクトが与えられるとは思いますが、我々が多分、台湾も日本も共通して、ある3つの問題が多分あると思うんですね。1つはこのパンデミックで、コロナがなくなることもないですし、これが最後のパンデミックということでもないと思います、残念ながら。で、それともう一つは、クライメットイシューで、例えばエナジーの問題にしてもですね、例えば台湾も日本もセミコンダクタービジネスというのが非常に重要です。ものすごく大きなエネルギーが要求されるわけで、非常にクオリティの高いエレクトリシティが要求されますし、またはそのバイオダイバーシティも、実際の環境が豊富でなければいけなくって、これデジタルからフィジカルリアルワールドにどうやって影響力を行使していくかというところが、ポイントになります。で、3つ目は、地震ですね。もう台湾も日本も同じ問題で、日本は、2030年代に南海トラフの地震が、起きて、220兆円ぐらいの経済的なダメージは、起こるだろうと。で、これからどう日本が復興するかというのが、ポイントになってくる。で、どれもパンデミックもクライメットイシューも、地震とかデザスターもフィジカルリアルワールドという話ですよ。で、そのデジタルの力を使ってどうやって人々の意識を変えていく、またフィジカルリアルワールドでのトランスフォーメーションをいかに早くしていくかというところがポイントになる。で、台湾はパンデミックでものすごく早かったと思います。で、これクライメットチェンジもそれほど我々に残された時間はない。で、地震に関してはもう日本は、あと数年しか時間が残されてないんですね。で、観光型地震、南海トラフの地震は非常に大きな地震になると思います。日本人の半分が被災すると思います。それがあと、復興防災と復興計画を練るまで10年ないんです、日本は。で、それだけのスピードで変えていかなきゃいけないような時にどういうことができるかということを お伺いできれば。で、また台湾に関して、そのデジタルの先のデジタルからフィジカルリアルワールドの変革をどうやって、早く誘導していくということを考えられているかお伺いできればというふうに思います。はい、それでは田野先生お願いします。This is a very wide-scoped question that's like seminar level. I will try to be brief. I've pasted a link to WebEx about our civil IoT project, specifically on the earthquake early warning part. That was the infrastructure in the digital realm that I referred to when we invested in 2016.It's not just to reduce the alert time, to essentially have it for people to receive the cellular broadcast in their phones and automated shutdown of elevators and plants and things like that. But also it is about participatory pedagogy, like making sure that people understand the impact and what to do in each and every level of the different alerts. And thisworks directly with the pandemic, because we use exactly the same SMS notification for exposure notification. The quarantine alert is shaped exactly the same as the earthquake alert and so on. So it comes from a source where people already trusted, and people already via the drills and so on. Every September 21st, we have this national drill and so on. We understand what to do when we receive such an alert. So people don't panic.
And this is probably the most important thing, in that when the disaster hits, if people panic and do some counterproductive things, that second order panic actually makes the disaster worse, because it means resilience is very difficult. You can't rebound when people do not essentially know or have the willingness, the how to communicate with one another. So all this points to this communication infrastructure that is not heard by earthquakes or tsunamis, typhoons, and things like that, and people's instinct via the drills after various smaller earthquakes and pandemics to go to those communication infrastructures to coordinate together and to plan together. I don't have time to go into the details, but please check out the Civil IoT website. Thank you very much. はい、ありがとうございました。それでは、次にじゃあ、小林先生の方お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。時間の関係もありますので繰り返しませんけれども、とても素晴らしいお話をありがとうございました。私が一番感銘を受けたのは、やはりその個人のモチベーションが大事って言いますか、個人をやはり尊重して、まあ、なんていうんですかね、ボトムアップでこう組み立てていくっていうのがとても大事だっていうところは非常に感銘を受けました。で、質問はさっきの川口さんの質問と大変似てるんですが、まあ、もうちょっと具体的な例を教えていただきたいということなんです。例えばデジタル技術が環境問題に使われるっていう例で言いますと、例えば今年のノーベル賞の、真鍋先生の気候モデルのシミュレーション、これは、まあ、いわば地球自体のデジタルツインだと思うんですね。で、そのことによって、まあ、私どもはその将来の世代の利益を犠牲にしないように行動するっていうことはどうなんだっていうことをこう勉強することができたと思うんです。で、ただそのどうしても環境問題のに関するその個人のモチベーション付けっていうことになりますと、例えば先ほどありましたコロナのから、まあ、自分の体を守るという意味での健康動機、あるいは、レジ袋をやめるっていうレジ袋の有料化っていうようなことで、これはインドネシアの確か女性女の子が始めたバイバイプラスチックだと思うんですけれども、経済動機にも訴えてやってきたと思うんです。だからその環境動機ってはなかなか弱いので、私自身は先ほど小池大臣いけません知事ですね、のお話ありましたけれども、一緒に仕事をさせていただきまして、まあ、ずっと環境やってるもんですから、はっきり言って CO2 が減っただけで嬉しくて活感が走るという、まあ、かなり 変人になってしまいました。だけども普通の人はなかなかその環境が良くなったからすぐ嬉しいってわけではないと。で、先ほど小池知事が、クールビズのお話をしましたけれども、なんか他にですね、その特に IT 技術を使って個人の環境モチベーションを強化した、そういう具体的な例がいくつかあれば教えていただきたいと思います。考え方は先ほど川口先生の質問に対してお答えいただいたので、なんかこういった具体例が勉強なんじゃないのってなことで、具体的な IT を使った個人の環境モチベーション強化というようなことで、例がありましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではタン先生お願いします。 The most significance for myself is just to replace air travel with the video conference that we are having today. And this is actually very significant because even we are post-pandemic, or I should say postponed pandemic, I've seen that people do not unnecessarily travel anymore. People understand that it's actually clearer to see each other this way as compared to wear a mask, right? In-person settings. And we invested heavily in our educational and governmental facilities so that the highest bandwidth that enable us to see each other's micro expressions so that the nonverbal part of our communication can be transferred across is invested there. So it is, I guess, a fundamental
digital investment, broadband as a human right, and broadband not just in downloading, but in uploading as well. And it also makes sure that our teleworking, our tele-education, telemedicine, and so on, other laws and regulations are changed in a very quick way, so that when people even postponed pandemic meet face-to-face, only when there's a need to meet face-to-face, like the nightclub, I guess. But for business, for education, for telecare and health-related issues, we can cut down unnecessary international and domestic travels by using the digital in a way that is even more beneficial than the face-to-face visits. And we've seen a real uptake of these things in Taiwan. So maybe it's not about incentive building in a nudge kind of way. It's about offering the digital space as directly a better way for people and people to connect closely together, posing AI as an assistive intelligence with all the, you know, noise cancellation that enable me not to wear earphone now, and the co-presence, some people calling it metaverse now, I call it shared reality and so on. All these are very important if we want to cut down the air travel and other carbon emissions that comes from the unnecessary travels. はい、ありがとうございました。それでは先ほどちょっと阿高さん の, 質問を遮ってしまったので、阿高さんお話しいただいて、またこの後時間まだ12時13分までお時間ありますので、各委員の方からご質問とかあればですね、挙手をいただければと思います。お願いします。ありがとうございます。2つ追加でお聞きしたいんですけども、1つはですね、デジタルをインフラストラクチャーに設置 されたっていうのは本当に素晴らしいと思うんですけれども、日本の場合ですね、インフラっていうと何ていうか土木というかですね、道を引くとかですね、橋梁というか、ああいうことをやる人たち全く違う生き物とされていて、もう何ていうか業界の分断が普通ではないんですね。すごい大きい産業で3、400万人の人が働いてまして、だからそっちインフラとされてもできないじゃないかみたいになって、すごい何ていうか結構むちゃくちゃになりがちなんですけれども、実は北野先生と僕、国のなんていうのかアイコンストラクションというのの立ち上げずっとかかってきたんですけど、それは一つ質問です。2つ目はコンビビアリティの話が出たんですけれども、本当その通りだと思うんですが、なんていうかデジタルを使ってコンビビアルっていうのは一体何なのかっていうことについてですね、結構僕は大学で授業もやるんですけれども、やっぱりリアルでやった方が圧倒的に盛り上がるんですよね。楽しいっていうかですね、そういう意味でコンビビアルに人が、特に人が育つ空間、仕事はいいんですけど、こういう感じでですね、っていうことについて、どういうところが我々気をつけなきゃいけないかについて、もしご質問があればお願いいたします。はい、それでは丹先生お願いします。Thank you. I just used the great Japanese invention of emoji, right, to show some conviviality. So I think, of course, emoji is a beginning. But conviviality, I think, comes from this idea that there is a community that's all already there and always there, and you can rejoin it. And that's what a university does, right? There's, if you're an alum, if you go back and visit your university, it's still there, and you can still tell and hear stories that make sense to you. And it enables a longer time relational, not transactional, people-to-people tie. And I think transactional relationships versus a long-term relational relationship is the defining quality between just having fun for the moment and conviviality on the longer term, which is why I stress the ideas of permanence of the digital infrastructure, of bringing the shared experiences like to the digital social innovation lab, my office. So you can physically visit my office, but you can also join one of our shared reality tours. When I tour around Taiwan, talk to people in various different communities, staying for a few days with them so I can put myself in their shoes and say, when my colleagues in the social innovation lab do not travel with me,
But I travel with this high resolution camera, sometimes 360 camera, so that they can also attach themselves to me, attach their attention to me. And I always make sure we use wall size projections so that when people talk about the central government's policies, exactly the central government officials appear in a one-to-one size as the local people, so we can dance together or something. And then they see that the public servant in the central government, not as an anonymous name, but rather someone, even just for an hour or two, that they can really relate with and speak to them on their own terms, on their home field. And after that, of course, it will be still a little bit transactional via emails and whatever, telephones and so on. But this brief, like 1 or 2 hour of essentially a town hall in the local people's terms, I believe is key to build this idea of permanence, of you can contact them at any given time, and you can always visit the Social Innovation Lab. We have a duplicate lab in Gather Town, so you can actually log into Gather Town at any given time and still enjoy the conviviality. And so if you call the Gather Town, the Social Innovation Lab, and so on, as infrastructure, I believe that there will be confusion. I agree with you. So maybe you can call it commons or a community infrastructure, like try to prefix something like commons or community to it. I believe both Japan and Taiwan have a strong history of community building in the regional revitalizing sense. So just to think of community digitally, I think it's easier than seeing roads and bridges digitally, which is a harder sell. I agree with you. はい、ありがとうございました。それでは一通り行きましたので、もし院の先生の方からさらに追加で伺いたいことがあれば、ちょっと挙手とかしてもらえるとありがたいんですけど、久保さんどうですかね。先ほどちょっと挙手させていただいた。まあ、ちょっと建築寄りの話をさせていただくとですね、まあ今超高層っていうのが、ね、まあ20世紀の最初にそういうタイプができて、まあ、台湾でもどん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 超高層っていうのを立ってるんですけれども、まあ、これから の、 そのデジタルな時代にはですね、僕は超高層っていうのは基本的にはもうなくなっていくんじゃないかなと思っていて、 でも今は立ってる超高層なんていうのは、まあ、壊すわけにもすぐ壊すわけにもいかないので、ある種無用の超高層をですね、どんな風に使ったらいいかって、もし炭酸流のイメージがあったら教えてほしいなと思いました。And I showed the 3D model of our presidential office in the digital commons as part of my slides. We have also a point cloud photogrammetry built model of the Taipei 101, the skyscraper. I've seen it used in video games. I've seen it used in immersive reality shows. And sometimes when I want to look at the entirety of the Northern Taiwan, I put on my VR glass and visit the tip of 101 within virtual reality to get this overview effect of, seeing past the clouds and so on, so that I can get into the mood of seeing the entire planet really as a whole. So I've tried this same meditation on International Space Station on the Matterhorn Mountain from Switzerland. And in my personal experience, the tip of 101 works as good as the Matterhorn Mountain. ウィットに飛んだ治療の仕方があるんだなと思って感心しました。ありがとうございます。ありがとうございました。とてもインスパイアな話で面白かったです。それでは北野先生、川口先生から挙手いただいてますので、じゃあ北野先生行って次川口先生行きたいと思います。お願いします。はい、バックグラウンドを台湾の101にさせていただきました。この前、お話をお伺いしたときにですね、ガブテックのところで、コロナのアップ、接触アップであるとか、マスクの位置、どこでどのくらい売ってるかというのを、すごく早くですね、プロトタイプを作って、デプロイされたという話。で、
タンさんのところに、もうダイレクトにリポートするソフトエンジニアであるとか、アーキテクトが、200人、300人いて、もうものすごくアジャイルに開発しているということで、そのやり方すごく正しいなというふうに思うんですね。そこから、ノーマルの、普通のサステナブルディプロイメントになるときに、そのプライベートセクターに、発注するという、それをもうトランスファーするという話だったんですけど、その人々をどうやって集めて、どういう立場で集めて、維持しているかということがお伺いできればというのは、やはりその日本も今デジタル庁というのが、できましたし、あと東京都がこれからその、ESG であるとかですね、新しい開発、またはデジタル化に向かって突き進んでいくときに、やっぱそういう非常にアジャイルでテクノロジーが分かるチームが中にいるということが極めて重要だと思うんですね。その組織をパブリックセクターでどうやって人を集めて、維持して、ちゃんとマネージしていくかということをお伺いできればなというふうに思います。はい、それではお願いします。Thank you. It's the first time I've seen the Crayon City, but I visited the MIT Media Lab as a robot, as a telepresence robot a few years back, and visited the CityScope team. But it reminds me strongly of the CityScope project of MIT. I believe they're in a very similar participatory design strain. And just like participatory design, I believe it's not about recruiting anyone who have gone to your participation workshop, right? I don't think you run participation workshop to recruit primary schoolers or middle schoolers to sign their future contract to work as employees. Now, what we're doing is essentially amplifying the cognitive surplus, right? People have 2 minutes of kindness, 20 minutes of kindness. If they're passionate about sustainability, maybe 2 hours of kindness. And 2 hours of kindness put together this way, just like the police conversation, we talk about Uber and many other things, is, I believe, a stronger connective intelligence than just a few of these people recruited full time. Because I don't think it's in any particular person's intelligence that enable this kind of breakthrough and innovative thinking when it comes to solving the wicked problems, the dilemmas. Rather, always the intelligence is within the distributed brain, the planetary brain of people with a little bit of cognitive surplus. So even if you get like the top five suggestions and recruit those contributors and make them work full time in the public realm, in the public sector, I do not think that will make much sense if they lose the contact to the original collective intelligence, the civil society where they came from. So my answer to your question is that we need to see ourselves as space makers, as bridges, as catalysts, and not owning any particular talent pool. We need people actually specializing not in digital side of IT technology, but in the digital side of social technology. My co-founder in my office were from the IDEO, a design firm. Before that, another co-founder, the design leader, was from RCA or from the Copenhagen CIID, and so on. So we always has a very strong sense of the public service need to work on the participatory design and speak in design terminology so that people in the civil society and private sector working with IT technologies, connecting machines, can work on the norm that we discovered using the digital equivalent of open space technology, nonviolent communication, dynamic facilitation, and things like that. So focus on design, not particular IT talent in the public sector as full-timers. It has been my kind of recipe for success. And the IT, of course, the private sector is very strong, and all they need is a common standard pre-agreed by the societal norm so they can work toward it. Thank you very much. Thank you very much. ありがとうございました。それでは、川口先生、ご質問あればお願いします。ありがとうございます。今までいろいろな
ハードな質問があちこちから飛んでいくところを非常に見事にさばいておかれておられて素晴らしいなと思いました。で、なさっていることは考えますと、その人間の可能性を耕しているんだなっていう、都会における人間の可能性をいろいろな意味でデジタルを使って耕しておられて、でそれでこういろいろなこう質的な向上ですとか豊かさをもたらしているというふうに感じました。それで私の質問なんですけれども、さはさりながら都市というのはその食料自給率は極めて低いと、東京都では 1% ということになっておりますし、国全体を見ても日本も台湾も決して食料自給率は高くない。でそういう中でCOP26 でもそうですけれども、今言われているのはネイチャーベーストソリューションという考え方で、自然と同居の中かを使った解決策を探していこう、どうやって共存していくというか、自然の恵みを生かしていくかというところに今シフトしているわけですが、その都市の自給率を上げる、やっぱり食べていかないと人は生きていけないので、そこにこのデジタルの力をどのように応用されていようとされているのかということで、お考えがあればお聞かせください。はい、それではお願いします。Yes, and this is even more important now because transportation cost has been soaring across different nations, and the carbon emissions and other greenhouse emissions as a result of those transportation, it used to be okay, but now it's more and more not okay when the global consensus about transportation grows. Myself, I'm a vegan, and I occasionally eat some free-range eggs and so on. But I love the texture of meat. It's in my childhood memory. I can't do anything about it, which is why I've taken to basically only eat synthetic meat. But it used to be that synthetic meat tastes nothing like real meat. But in the past few years, it seems it's made a tremendous improvement. I can't tell the difference now. And it's locally procured, right? It may be from algae, it may be from soybeans, it may be from, I don't know, many other materials, but in the end, I get to cook using the recipe that I have learned as a child. And at the end, we have conviviality because the family enjoys the same taste as we enjoyed when I was a child. But we do not actually squander the earth resources. And also we make sure that it's always sourced locally and so on with a full QR code that you can scan to get the entire footprint, and not just about carbon, but about the use of agricultural like chemical ingredient sprays and things like that. So I believe the QR code, again, a Japanese invention, is already part of many families' tables where they check the ingredients. And nowadays, I think we need to, again, look past the trade-off between very tasty and familiar from memory food on one side and very environmental and higher food self-sufficiency and better environmental protection on the other side. We need to innovate not just on the future of meat, but future of fish and future of many other ingredients and our recipes in order to make sure that people don't see it as a trade-off, and then we will have a real uptake. Thank you very much. I happen to work for Fuji Oil Group, which is one of the major producers of the soy meat, and now we're producing urchins, and now we're going to squid, and not just meat. So that's maybe a good chance. Thank you. どうもありがとうございました。本当に非常に皆様から活発な質問をいただきまして、そして丹先生にはもうズバッと答えていただきまして、本当にありがとうございました。まあ、いろいろ議論はつきませんけど、そろそろ終了の時間が迫ってまいりましたので、まず丹先生からですね、最後に何か東京都の方に伝えたいことがあれば、ぜひともお願いできますでしょうか。Thank you. I really enjoyed this conversation. It shows conviviality is possible through the digital communication. And I also look forward to visit you in person, I think as soon as early next year, when I got my third shot, again, AstraZeneca, like my second shot from Japan. So thank you very much for the generous donation that allowed my international travel. As you know, that I was
planning to go to the Tokyo Olympic. I care very much about this event. And of course, because of pandemic restrictions, I didn't really travel, but I learned something from the sports community in the Tokyo Olympic, because previously the motto of the Olympics was higher, stronger, and faster. But now for the Tokyo Olympic, as during the pandemic, just like digital innovations was all about unicorns, high tech, strong tech, fast tech. But now the motto is now fast, stronger, higher together, which means conviviality and a community-based rethinking of the importance of not just a few athletes, but the entire sport-loving community. And I think we need to bring the same sense of camaraderie and conviviality to the field of digital and sustainable development. So thank you very much, and I look forward to meet you in person. It's not unnecessary, it's necessary travel to me. Thank you. Until then, live long and prosper. はい、どうもありがとうございました。それでは知事の方から何かございましたらお願いします。はい、オードリー・タンさんをお迎えして東京 ESG 戦略ボードを開催することができました。お互いにこうインスパイアされるところが多かったのではないかと思いますし、あのお話にもありましたように、今回タンさんのですね、非常に速いスピードでですね、マスクの管理といいましょうか、その場所をやまたコロナ対策、その他のコロナ対策も2桁ぐらい早かったんじゃないかなという、そのようなあのコメントもございました。私あの以前あの大学院でクライメットセキュリティというのを教えてましてね、で、まあ、あのこの ESG プロジェクトは50年100年先って言ってますけれども、例えば3000年5000年と、まあ、地球の歴史でいうと46億年7億年の話につながるんですけれども、例えばチグリス・ユーフラテスとナイル川との文明の差は何が起きたのかというので、例えばチグリス・ユーフラテスは逆にあのダムなどを作ってですね、水をせき止める、片やナイルの方では洪水をむしろ生かしていくというような形で文明の発展の違いでがあった。ところがあのあんまりそのハードでチグリス・ユーフラテスのダムでせき止めてしまうとですね、塩害などが起こってしまったということが文明を終わらせた一つの原因とも言われています。で逆にあのナイルはですね、ご承知のように洪水をうまく活用したということで、栄華を極める時代が長かったんですが、逆に長すぎて外敵があまりなくって、そしてとても平和でのんびりしてて危機意識がなくてというようなことで、その後はずっとまた時代変わるんですけれども、イスラムが来るというような文明の歴史と自然とのと人類がどうやって共生するかというのは、昔のそういう文明歴史からですね学ぶことが多い。そういう中で私あの1999年の9月21日に台湾で台中の大地震というのがあって、そこにあの仮設住宅などを日本から提供するというので伺いました。当時のその李登輝総統でいらっしゃいましたけれども、とにかく早いんですであの仮設住宅の建設にしても、そこをどう進めていくのか、行政的なことなどとても早かったことを覚えております。これはやはりあの台湾の置かれている国際的な立場や危機意識、こういったことがですね、あの全部つながってくるんじゃないか。それから今回のこのコロナもそうですし、それから気候変動もそうですし、人ごとではなくて、マスクをするのも人じゃなくて社会的なあの有効な手段でもありますけれども、そうやって一人一人があの自分が当事者なんだという意識を持つこと、それがですね、あのそれとあのトラストですね、これが あることによってですね、あの台湾の対策っていうのは非常に危機管理の観点からもよく進められたなと関心、学ぶところが多いというふうに思ったところでございます。そういう意味で今日はですね、非常に示唆の
に富んだお話を、お聞かせいただき、また皆様方、日本側のご出席される皆様方の、質問の中からいろんなヒントも頂戴をさせていただいたところでございます。どうぞこの東京ベイ ESG プロジェクト、実りあるものにしていくために、何を大切にし、何を優先していくか、今日は最後にコモンズとかコミュニティという言葉がふさわしいんじゃないかという話もいただいてまいりました。これらのことをベースにしながら、サステナブルリカバリーを50年、100年先、考えながら進めていきたいと思っております。タンさんとはまたぜひお会いしたいと、このような意見交換ができれば、その日が来ることを楽しみにしております。ご参加の皆様、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。絵文字が出てきた。そうですね。とにかく今日は非常にファンな雰囲気の会で、本当に私自身も楽しませてもらいました。ぜひ今後もこういうぜひファンな会を繰り返して、みんなの知恵を集めて、より良い街づくりに生かしたいと思いました。それでは以上をもしまして終了いたします。本日は本当にありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.